アレクサンドラ・フョードロヴナは、ロシア皇帝ニコライ一世の皇后、プロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム三世とその王妃、ルイーゼの第4子。ドイツ語名は、フリーデリケ・ルイーゼ・シャルロッテ・ヴィルヘルミーネ、シャルロッテ・フォン・プロイセンとも呼ばれる。1817年、遠縁にあたるロシアのニコライ・パヴロヴィチ大公と婚、廃止、ロシア語名、アレクサンドラ・フョードロヴナに改めた。アレクサンドラは、義母、マリア・フョードロヴナから好意を持たれていたが、宮廷を嫌った義理の姉エリザベータ・アレクセイェーヴナとは疎遠だった。長身で、すらりとした女性で、音楽や舞踊を愛し、宮廷生活を楽しんだ。ニコライは1825年に皇帝ニコライ一世として即位し、アレクサンドラは皇后となった。絶え間ない妊娠、出産で次第に健康を害し、クリミアやイタリアへ保養に行くことが多かった。ニコライが彼女の女官バルバラ・ネリドバを愛称にすると、最初は嫉妬に駆られたが、後にはバルバラと良好な関係を保った。1854年暮れ、病で重体となるが、奇跡的に回復。1855年2月にニコライ一世が急逝した後、夫の元愛称バルバラと共にツァールスコエセローで暮らした。年々体調は悪化し、医師からサンクトペテルブルクから南部の温暖な離宮へ移るよう忠告されていたが、慣れ親しんだ場所から離れたくないと拒否した。1860年11月、アレクサンドル宮殿で睡眠中に死去。亡くなった年、1860年に、撮影皇帝夫妻の間には4男3女が生まれた。ありがとうございます。